それでは次の演目の出演者からご紹介いたします。続きましては南城市より当麻伝統芸能保存会の皆様にご披露いただきます。地方知念翔、荒垣典良、獅子猿、白間真奈子、白間隼人、旗持ち、荒垣明、荒垣栄、世話役、荒垣智子、白間義之、真由美凛、獅子猿、金城雷夢、広報係、大城優馬、ドラ、荒垣雄介、獅子、金城秀也、白間俊明、涌谷、運転大輝、某術、平広人、地方、白間淳二、座波、磯、糸志。それでは、どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。南城市ローマ伝統芸能保存会の皆さん、ありがとうございました。今一度大きな拍手をよろしくお願いします。ご覧いただきましたローマ伝統芸能保存会の演舞は、西暦1790年頃、約230年前に始まったと言われており、諸説ありますが、首里末吉町から西原町、高知に伝わり、お二方の先代により当麻に伝えられたとされています。この由来は、網膜においても疫病が流行し、多数の死者が出たので、その厄払いと五穀豊穣、庶民の健康と子孫繁栄を祈願して、旧暦の7月17日ヌーバレー行事と8月15日十五夜夜祭りが年に2回行われるようになったのです。当麻の獅子はメス獅子で、獅子頭の作りに特徴があり、獅子頭を持つ手はボクシングスタイルの構えで、下顎にある2本のつかみ棒を握って、頭を一気に突き上げることによって、位置を改変することで2メートル以上の高さと迫力を生み、その動作はシチンダシ、スマトゥンジ、ウーマーイ、マチ、チランキーン、白磁スリチなど、持ち手や動作が他の獅子と異なります。獅子の重さは胴着合わせて、なんと約20キロにもなり、それをまとい、約10分間の演舞、これは大変な体力と力、そして技術を要しますとのことです。20キロも？今一度皆さん拍手をお願いします。いやー、素晴らしいですね。本当に見事な演舞をありがとうございました。ありがとうございました。